火災旋風とは、火災が発生した際に風や気流の影響によって形成される大きな竜巻のような現象です。発生のメカニズムは未解明な点が多くありますが、局地的な上昇気流によって回転する流れが発生し、炎を伴った旋風となります。火災旋風は広範囲にわたる火災によって引き起こされ、周囲の建物や人々に大きな被害をもたらします。今回、火災旋風のメカニズム解明を目指し、実験室でその振る舞いを観測しました。火災旋風が起こっている時の気流を PIV で計測することで、その仕組みや性質を観測することが目的となります。火災旋風の再現実験、概要について。実験は1m×1.1m のコンクリートに金属のシャーレを配置します。シャーレに燃料となるヘプタンを注ぎ、3つ1組で配置し、炎を発生させます。バーナーで点火していき、炎が発生した段階で横風を想定して風を送り込みます。また市街地などを想定した遮蔽物も配置し、火災旋風を再現します。発生した火災旋風の気流を可視化、竜巻のような炎の振る舞いにより周囲の空気がどのように流れているか、流れの可視化を行います。流れの可視化を行うために、トレーサー粒子として煙を使用します。煙は火災旋風の発生と同時に二方向から散布していきます。シート上にレーザー光を発信する光源を設置して、計測対象となる領域にレーザーシートを照射。レーザー光で散乱する煙を可視化します。可視化された煙を上部に設置したハイスピードカメラで高速度撮影します。今回の実験では1秒間に500枚の撮影を行い、 PIV で計測をしていきます。PIV の計測結果、 PIV で瞬時速度ベクトルを算出した結果です。火災旋風による旋回した流れが発生しています。流線を表示。流線は瞬時速度ベクトルを滑らかに結び表示されます。ある瞬間の流体の流れ場を表す曲線です。流れが回転している様子が視覚的に分かりやすく把握できます。渦度を算出。渦度は流体が回転している強さを示します。反時計回りが正の値、
時計回りが負の値を表します。また渦度はベクトル場における回転を示します。 PIV によって渦度を算出することで発達していく流れの回転を視覚化できます。この実験では横から送り込んだ風の影響でそれぞれ逆回転で隣り合う渦の領域が確認できます。今回の実験では火災旋風による気流に対して PIV を用いて計測を行いました。 PIV は気体や液体の流れの速度場を算出する手法で、この実験では火災旋風に追従する煙の流れを対象に計測しています。実験の結果、火災旋風がどのような流れを持っているか観測ができました。火災旋風は非常に危険な現象ですが、発生のメカニズムは未解明な点が多くあります。しかしながら、今回の実験を通じてより安全な社会を実現するための研究開発が進むことを願います。